ネザッタマミちゃんです。僕ね、ユニバに行ったらありがたいことにね、声ねかけていただくこともねあるんですよね。で、中にはですね、たまになんですけどもね、プレゼントもねいただくことがあるんですよ。本当に皆さんいつもねありがとうございます。で、最近なんですけどもね、まあ、手紙もねいただくことがあるんですよね。で、僕自身ですね、まあ、どこかの事務所入ってるわけじゃないから、例えばほんまに僕に例えばプレゼントとか手紙ね渡すときはですね、ほんまに実際にね会わないとね渡すことはできないんですよね。本当に皆さんいつもねすいません。でも中にはですね、ほんまにその手紙とかプレゼントを渡したくて、まあ、パークに行くときはいつも持って行ってる方もねいるらしいんですよね。もうそんなん考えたらもうめちゃくちゃねもうありがたいんですよ、本当に。で、今回ですね、最近もらった手紙をここで読みます、イエーイということで、で、最近ですね、もう手紙をですね、まあ、立て続けでもらうことがあったんですね。まあ、これで1分動画にしようかなと思ってね、今回ね、動画ね、撮っています。で、ここ最近ですね、ありがたく3枚のね、手紙をね、いただいたんでね、今日ですね、ここでね、発見します。だからすっごい僕もね、緊張してるんですよね。めちゃくちゃ楽しみです。じゃあ早速ね、今から読んでいきます。で、ちなみにですね、この TV ですね、まあ、今年までに本気でね、登録数ね、10万人ね、見せるんでね、ぜひね、拡散と登録ね、お願いいたします。じゃあ早速ね、読んでいきます。いや、僕自身ですね、こういう動画撮るの初めてなんですよね。で、僕自身ですね、まあ、いつか一個やりたいね、動画があるんですけども、僕自身ね、いつかね、そのプレゼントの送り先が決まったら、例えば、ほんまにもう一つの動画で、皆さんからのプレゼントをですね、一気に開封していくって動画をいつかね、やりたいですよね。うん。で、まだね、ほんまに送り先とかほんまにね、全然できてないので、ほんまに申し訳ないですけども、今回ですね、まあ、ありがたくいただいた手紙をですね、読んでいきます。で、まず1個目ですね、こちらのね、手紙ですよね。で、こちらですね、なんとですね、その、スターバックスのドリンクの引き換え券をね、今回もらったんですよ。うん、本当にありがとうございます。またね、使わせていただきます。ちょっと、おー、すごい。めちゃくちゃハートです。で、実はですね、この方はですね、前にもね、1回ね、出会って手紙で1回もらってるんですよね。うん。てか、2回目のね、手紙です。すごい嬉しい。じゃあ読んでいきますね。まめちゃん、いつも動画を楽しく拝見させてもらってます。最近フードはまめちゃんの分かりやすい食レポを見てからって決めてるんです。早くおすすめしたクーギーチュリトスが食べたい。これからもずっと大ファンです。ずっと応援してます。嬉しい。いや、ほんまにこういうね、手紙ってね、ほんまにもうその日会えるかわからないですけども、ずっとね、そのプレゼントを持ってきてるんですよね。もうすっごいありがたい。これで、ね、大切にね、保存させていただきます。で、これなんかスタバのなんかのやつなんかな？スタバの手紙みたいな感じのやつですよね。めちゃくちゃ可愛らしいですね。バレンタインということでね、今回ね、いただきました。で、次はですね、こちらですね、こちら。こちらはですね、小学生の子にね、いただいたんですよね。で、この小学生の子はですね、毎回ですね、そのお母さんとユニバに行くときにね、豆ちゃんに手紙を渡したくてね、毎回ね、これをね、持ち歩いてたらしいですよね。そんなん聞くだけで、すごい泣けるもん。すごいけなげで、すごい泣ける。ありがとうね、本当に。じゃあ、早速ね、これね、読んでいきます。よし、お待って、これすごい。今回ですね、手紙だけじゃなくてカイロもね入ってましたわ。もうこの時期すごい寒いですからね。うん。じゃあ早速ですね、この子の手紙ね読んでいきます。豆ちゃんへ。豆ちゃん大好き。いつも YouTube 楽しませてくれてありがとう。可愛いね、猫ちゃんの絵もね描いてます。嬉しい。ほら、こんな風にね、猫ちゃんの絵もね描いていただいてます。いや、嬉しい、これ。これね、もらった瞬間にですね、この子がね、毎回ね、その、まみちゃんに手紙とかプレゼントを欲しくて持ち歩いてるって聞いた時に、泣きそうなったもん。もうほんまにここで泣きそう。てか、ここで泣いていいかな。そしてね、最後の手紙もね、読んでいきます。うわ、これね、見る瞬間ね、めちゃくちゃ緊張するんですよね、毎回。よいしょ。お、すごい。お花柄の可愛い封筒ですよ。うん。じゃあ読んでいきますね。豆ちゃんへ。いつも楽しい動画ありがとうございます。
私は普段人見知りなのですけども、まめちゃんの元気な姿を見ていつも仕事を頑張れてます。毎日昼休みにまめちゃんの動画を見るのが私の一日の楽しみです。これからも元気にまめちゃんらしく頑張ってください。10万人応援してます。嬉しい、嬉しいですね。これ僕の動画を見てね、日々ね何かを頑張ってるってね、例えば DM とかもねいただくこともあるんですけども、もうそれ聞くためにほんまにね毎回ね YouTube 上げててよかったなと思うんですよね。本当にねありがとうございます。すごいな、いざこれ動画で撮ったらなんかちょっと泣けてくる。はい、じゃあ今回ですね、まあ、最近ねその視聴者さんからいただいた手紙をですね読んできました。でこういうね動画撮るの初めてやったんでね、すごいねやっぱ緊張したんですけどね、もう毎回の皆さんのねこの応援がですね僕のね力になっています。でねこれからですねこの MTV ね応援ねよろしくお願いいたします。でちょっとね皆さんにちょっと一個ねご報告があるんですけども、で僕ねずっとねその食べてるまめちゃんの動画上げるって言って、1月中ねずっとね上げれなかったんですよね。本当にごめんなさい。でも一応ですね、まあ、動画自体はですね今ね編集ね進んでる状態なんで、でねまたねチャンネル登録してねまたね待ってるください。概要欄にねチャンネルね貼っています。でね皆さんねこれからですねこのTV と旅するまめちゃんの応援ねよろしくお願いいたします。目指せ今年中に10万人。はい、じゃあねこれからもねいろんな動画あげると、おいチャンネルとグッドか通知ボタンも忘れてタイガレバーイ。本当に皆さんありがとうございます。